こんにちは、かあやんこと平郷里香耶です。今回は絵はがきのネオンテトラを描いていこうと思います。まず最初に魚の大きさ、数、周りの背景を描いていきます。コピックマルチライナー03、ピンクで線をなぞっていきます。透明感を出したいので薄めの線で描いていきます。他にも水色とか、紫とかでもいいと思います。毎回練り消しで消してるんですけど、消しカスが出ないので練り消しがおすすめです。ウィンザー&ニュートン透明水彩を使っていきます。固形絵の具です。持ち運びに便利なので外でも使えます。カメラの焦点を合わせないまま描き始めてしまったので、しばらくぼやけたままです。見づらくなってすみません。ネオンテトラのお腹の赤を入れていきます。なるべく鮮やかな方が綺麗に仕上がります。ネオンテトラのお腹の青を入れていきます。ギラギラ光ってる感じにできるといいですよね。はい、水草を描いていきます。水草は緑や黄緑をにじませながら塗っていくと自然な仕上がりになります。ふわふわの表現をしたいときは下に水を敷いて上から色をちょんちょんと乗せていくとふわっとした仕上がりになります。こういった水草のふわふわや、あと雲とか空にある雲とかもこの表現で描くことができます。
薄い水色でネオンテトラの体の色全体を塗っていきます。本当に薄くて大丈夫です。全体的に整えていきます。影とかあると立体感が出るので足してみてください。水の中の揺らめきを表現します。こういうのがあるかないかで全然仕上がりが違うのでちょっと工夫してみてください。コピックマルチライナー03で目玉とかあと細かいところちょっとずつ描いていきます。ユニボールの白で仕上げとあと目玉の白いところ白目の部分を描いていきます。はい、最後に筆ペンです。筆ペンで残暑見舞いを描いたら完成です。ご視聴ありがとうございました。